おはようございます。お願いします。早いよ、毎回。おはようございます。おはようございます。おはよう。えらいね。今日はあの髪の毛切ったんで、最近韓流風にしたんですよ。こういうちょっとこういう感じでキュンですしてアイロンする日もあるんですけど、今日洋服がカジュアルなんで、あのそれに合った感じにします。俺でもほんとすぐ終わっちゃうからな。髪切ってどれぐらいですかね。2週間ぐらいかな。すごい反応が良すぎてアイロンを買いましたよ、自分で。家でまだ刺し箱から出してないけど。いや、使ってないんですか。まだ使ってないけど店にあるから、もしかしたらアイロンする日が来るかもと思って。そう、水して、本当はシャワーが一番いいで、シャワーしてタオルで拭くのが。でも僕はそれやっちゃうと赤い水が出るんで洋服ついちゃうから、それはめんどくさいから、今ミルク、トリートメントミルク。僕は毛の量とダメージが出るんで多めに。次にオイルつけます。このオイルを4プッシュぐらい。これはモロッカンオイルって言って、ツヤと、僕みたいに傷んでる毛の人の場合はあの指通りが良くなるんでつけます。ワックスを、このエアーを、枝豆とりあえず1個ずつ、エアーとナチュラルで、しっかり指伸ばして、あとはまんべんなく。つけて、おろして、最後にまたワックスをつけます。これはもう枝は1個分。最後はエアだけ。ちょっともんで。もんで曲げて、そうすると僕テンパなんでクスがこう出るんですよ。パンはしたんですかみたいな感じになるんで、こう毛先をくってくってくしゃっと、そうすると勝手に動きが出るんで、その時の毛が言うことを聞いてくれたらもうあとは終了。あとはもうここは自然乾燥です。判定と、これで大丈夫なのかっていうところでシャツ着てたらストレートアイロンしたけどな。じゃあこうなります。2週間経つと毛量ってやっぱり長さで言うと 0.5cm、 0.5 伸びてるんですよ。だから毛量も増えてるから、ワックスの量ちょっと増やさないと。髪の毛切って最初ってその髪型と顔があまりマッチしないんですけど、2週間ぐらい経ってくると髪型にこう合わせるように顔が似てくるっていうか、金髪って最初見慣れないけど、だんだん金髪が似合うように顔って変わってくるんですよ。なんかね、それは綾野剛君ともその話をしてて、で一番ベスト持ってくるんだって2週間前にやった方がいいよねみたいな。多分自分でも顔とか
あの気にしてくるし、どの位置にこのウエイトっていってボリュームの場所とか、どこに前髪を落としたら似合ってくるかっていうのは自分でだんだんこの2週間で分かってくるから、買っては2週間後ぐらいが一番いいのかなと。僕の場合はこれでこっから10分ぐらいで自然乾燥するんで、それで最後こう散らして終わり。ドライヤーでこれでこうやってやっていくと空気が入っちゃってどんどん頭でかくなるんですよ。だからちょっと時間置いて気づいた時にこうやって終了。これが最近の高木さんの毎朝ほぼセットなんですね。はい、うまくいかないなと思ったらサングラス覚めます。今日ダメだなっていう時もあるんで。チャンネル登録よろしく。